三菱 MG5 から110ターボシャフトエンジン MG5 から110は三菱重工業が民間ヘリコプター用として開発した小型ターボシャフトエンジン三菱重工業では航空用エンジンの開発という夢を持ち続け要素技術の積み上げを行っていた1987年に民間ヘリコプター用エンジンの試作が認められ850馬力の MG5 プロトタイプエンジンの開発を開始。1990年まで MG5 の地上運転を行い、基本的信頼性を確立。1992年から改修して MG5 から10とするとともに、電子制御装置のフォデックを開発し、実験ヘリ RP-1 用エンジンとして、地上、飛行試験が行われた。1995年から、 民間ヘリコプタメガヘルツ2000用の量産型エンジン MG5 から100の試作が行われ、1996年までに形式承認のための対空精神作用試験及び機体搭載状態での地上飛行試験が行われ、1997年6月に日本で初めて形式承認を取得した。1997年、1998年に さらに10%の出力向上をした MG5 から110の耐久試験を行い2009年4月1日に形式承認を取得2009年10月から MHz2000 に搭載され運用が開始された2000年に日本航空宇宙学会賞技術賞及び同年の日本ガスタービン学会賞技術賞を受賞三菱重工業は 同時期に防衛省をマイナス1、簡素化ヘリコプター用のターボシャフトエンジン TS1 を開発している。ありがとうございます。